トン・フィッツ・ロイ・サマセットは、イギリスの貴族。出生から1853年までは、グラモーガン伯爵を、同年から自身が爵位を継承する1899年までは、ウスター公爵の儀礼称号をそれぞれ用いた。第8代ボーフォート公爵と、ジョージアナ・シャロット・カーゾンハウトの長男として生まれた。イートン校に学んだ後、1865年にロイヤル・ホースガーズ連隊付少尉に任官した。1865年に大尉に昇進した後、1869年に陸軍を退役した。1899年に父の死に伴って、ボーフォート公爵位を継承するとともに、ビクトリア女王付副官及び、ブリストルカレーに就任している。その後、王立グロスターシャー系騎兵連隊名誉大佐の地位を得たほか、グロスターシャー副統監も務めている。1924年に77歳で死去、爵位は長男のヘンリーが継承した。公爵の提示した条件によって新設された、バドミントン駅公爵夫妻の3人の子供1923年6月14日に、ルイーザ・エミリー・ハーフォードと結婚して、一男二女を設けた。ハーバート男爵は1461年創設のイングランド貴族爵位。ただし、5父のジョージもまたポロの競技中に事故死を遂げている。ありがとうございます。